河西前蔵1月16日から1928年7月23日は日本の小説家である。自身の貧困や病気といった人生の真空や酒と女、人間関係の不調和を描き、私小説の神様と呼ばれた。青森県中津軽郡広崎松森町で当時込めの中概要をしていた父、宇一郎、母、久野の長男として生まれた。 姉二人と祖母、かよがいた。1889年、家業不振により、一家で北海道に移住。1891年、一家で青森に戻り、青森町を経て、五所川原村に移住。1893年、青森県五所川原小学校に入学するが、母の故郷である、碇ヶ関村への一家の転居に伴い、碇ヶ関小学校に転校する。 親戚の七夜の手伝いをしながら、南宋里見八県伝を愛読、文学に興味を持つ。上京して、新聞入りの片荒野学に通う。母の死により、帰郷1903年、北海道に渡り、鉄道の車掌や営林所で枕木裁罰に従事。1905年8月に、再び上京。哲学館大学大学部。 第二課普通講習課に入学するも、無届け欠席により除名。その後、波岡村の地主の娘鶴と結婚。友人の紹介で、徳田修正に指示、坪内商用に学ぶため長高生として、早稲田大学英文化の講義を受講。相馬太蔵や広津和夫たちと知り合い、同人雑誌、奇跡のメンバーとして迎えられ、1912年、奇跡総刊号に、 笠井歌すつ名義で悲しき父を発表。その後は、しばらく故郷と東京を往復しながら、作品を書くも生活は困難を極め、妻の実家に近作する間に、牛込めくの借家から追い出される。偽物下げてを、早稲田文学に発表。早稲田文学1918年3月に、子を連れてを発表し、創作集、子を連れてを、新潮社から、観光、 原稿料を得ることはできたが家族を養うことは難しく、妻子を実家に帰す。1923年に配信順と診断され、療養のため鎌倉の県庁寺の達中方針院の栗を借りて生活を始める。食事は茶店、招き久し県に頼んでいたが、食事を運んでくれたのが招き久し県の娘の浅見花で、後に同棲を始める。 やがて生活も荒れて、酒に溺れ、執筆もほとんどが、談話筆記となり、追教者の独白は、カムラ・イソタがその任に当たった。晩年は、世田谷区、未宿界隈に住んだが、肺病が重くなり、1928年に、最後の小説、意味明けを発表した、翌月の7月23日、ギップを落とさないようにと、上言を残し41歳で、死去した。解明は、 芸術院前、匠主千古寺。広崎市の徳松寺と、鎌倉市の県庁寺達中の会主院にある。会主民の墓にはいとこである、北川製造及び、1992年12月30日に92歳で死去した浅見花も葬られている。葛西の作品は、ほとんどが自らの体験に取材した、私小説といって良いもので、そこに描かれた貧困や、 家庭の問題は、その新卒さで読者に感銘を与える。一方、妻を故郷に置いたまま別の女性と同棲して、こもなしたことへの批判は、当時から根強く、それへの反発が、火災の作品の定流にある。生活の悲惨さの中で、それを逆手に取ったような火災の文学には、人を引きつけるところがあり、それが、火災の作品を広めているところがある。破天荒かつ主覧。 生活破綻などと言われるが、死の床にも見舞い客は、ひっきりなしに訪れ、葬式には200人が集まった。長寺は、徳田修正、谷崎誠二が務め、文壇では、河西善造維持養育資金が集められ、滋賀直や、佐藤春夫、室生再生といった面々が協力した。故郷の広崎では、石坂洋次郎や戦後大義士となった、津川武一が、 火災文学の検証のために力を尽くした。ありがとうございます。